どうも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  はい。もちろんでございます。そして、まーさん,、うん。はい。そして、レノファの皆さん。はい。もう今年は本当にすごいね。レノファ師匠だから今、ナンバーワンのシーズンってことですね、今はね。ああの、今、この収録時点では6月28日金曜日に撮ってるんですけど、はい、今、順位的に言うと J2 で6位。6位 今まで一番上ってある2018シーズンの時に、うんえー、リーグ8位でフィニッシュしたシーズンがありましたから、そう考えると歴代で今最も順位が高い状態、うん、なるほどはいはいはい、はいいます。いいじゃないですか。さあ、そんな山口今年は一体どんなメンバーがいるのか改めて見ていていただければなと思いますました。皆様にチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、ということで今年のレノファ山口のメンバーはこんな感じになっております。はい、おっと出ました。はい。はいえー、ということでこちら表の見方なんですけれども、はい はい、縦軸が年齢でございます、うん、上が年長者、下が年少者です、はい、そして横軸がポジションです、キーパー、センターバック、サイドバック、ボランチ、うん、ア,タアタッカーの中央とサイド、そしてセンターフォワードということになっていたりします、うん、印象としては、ま、うんべんない世代分布というね、感じそうですね、ただ、うんうん、ちょっと他のチームと少しだけ違うかなというのがね、まず、あま。えー 年少者の方を見ていただけると、しんぼくん、サイドバッ、うん、ンボさんそして川、えー、野光太く、うん、そして、えー、若槻大和くんと、はい、若手パリ世代のレギュラー格を3名も有しているていな。なるほどね。ああ、いいじゃないですか。これがやっぱちょっといいなって思いますね。っていうところで、まあ、各、まあ、ポジションを含めてはどんな感じになってるのか見ていきましょう。うん、はい えーまあ、一番、まあ、まずキーパーからいこうと思いますが、うん、ま、ここはもう、もう、昔は仙台の象徴の一人でもありましたけど、はい、今はもう山口の象徴、関健太郎。うんはい やっぱ彼がやっぱり山口を守ってるっていうのはやっぱりでかいなっていうふうに思いますね。うしてのあのずっとこうセービング技術にたけた方ってこと,ところもあったりしますからね。J2 はい、はい、の中でも年長者だってところも含めてなかなかこう上がってこないところもありますが僕は J2 ナ、no. ンバーワンのキーパーっていうふうに言っても過言じゃないんじゃないかなっていうふうに思ってたりします。そしてて続いいセンターバックでございますと、うんはい ちょっと一個開幕の時点からすると僕は意外だったなと思うことが一個だけあって、うん、まセンター枠クの真ん中98年のところにいますけど、うん、板倉健選手。はい もともとはバンラーレ八戸からそう始まって、去年は FC 大阪にいてっていう感じの選手でもありましたけど、うん、要は監督さんと一緒に、えー、ここまでね駆け上がってきたような選手でございまして、志垣監督ね。うんはい、だから今年も、だからやっぱ教え子なだけあって、そのまま板倉選手が山口のおいわゆるセンターバックのレギュラー格になっていくのかなって思ったけど、うん、そこは問屋が下ろさない、金ボム用、へン 年長者たちがしっかりそこを埋めていったなっていう感じがあるので。ここはでも、キム・ゴムギョン、ヘナン、平瀬ラセ、板倉、はい、結構うまくなんか渡り合ってる、はい、やり合ってるなって感じがすごくあったりするなって,って、ねなね、はいまはいはい、はい、そんなところで、じゃあここまで見てみると守備陣はまあ、ね、前広幸選手、右サイドバック含めて年長者が多いかなって思っていたら、はい、左サイドにいる男ね、辛ンボり、うん、はい。ちょっと今年の左とか今年の J2 アシスト王は、 横浜 FC の福森明とか、もうレノフ山口の辛抱回忆とか。いやー、なるほど。まあ、いいね、結構持ってますもんね、辛抱さんもね。そうなんですよ。左足。はい。もう彼、宮崎時代、岩手時代とかも良かったですけど、やっぱ J2 でも屈指の左足っていうところまで。でもなんか、プロフィールを見ますと、右利きなんですね。え俺、今、初めて知った。俺、左足蹴ってるイメージあるよね。左足蹴ってるよね。こきでしょ。 <laughs> ミきって書いてますよこのあのチーム。<laughs> だから、えー、まあほぼ両利きって言っていいんじゃないでしょうかね。あびっくりしたわそうですか。うんうん。いいね。はい、まあっていう辛坊選手の活躍も今年は光っております。はいはい はい、で、中盤でございますと、はい、でその中でまあ中盤がさっき板倉選手の話題出しましたけれども、うん、こちらも要はあれですね、教え子、志岳監督の教え子八戸時代からの相田選手が、今、ボランチのまあ,ある意味、一番で確認はついたかなっていうところまで来ておりまして、ざっくり言うんであれば、第2の佐野改修みたいな感じになってくるんじゃないかなと思いますけど、どはい、まあ佐野海舟より年上ではありますけどね、うん、8年世代なんで。た、うん、ただでももしかしから 1> 1まで行っちゃう可能性は僕は僕あそういうキャラクターってことですね。そというかまあもうここまで言っちゃったんであれですけど今年の山口というか志垣監督のいわゆるやり方っていうのは僕、はい、彼は J1 まで来るんじゃないかと思っていて、はい、監督さん。<ー>なかなかこう J1 って下から上がってくることで昇格以外なかなか監督さんって最近怒ってないんですけど。 黒田さんが久しぶりだった感じはありましたけどそうなんですね、意外に黒田さんを継ぐのは僕、志垣さんかなと思っていて、ちょっと似てるんですよ。ああ、そうなの経歴はえっとね、戦術スタイル。ああ、そういうことですか。要は町田はロングボールを主に使って、おせふんに当てて、サイドハーフが持ち運んでみたいな感じですけど。 似ててこのチームも、うん、あの梅木選手にまず当てるっていうるほど言って。ましたね<で>、はい、そうなんですよでそれをあとは相田田辺あとはサイド組が回収してレッツゴーって感じがあるのでるまあある意味もしかしたらいつかなんかコーチとして参画しながらなんてことも起こりえるんじゃないかなと思ってるぐらいなんですけど。 でなんかだからこそ、なんかちょっと町田っぽいプレイヤーって意味でも、こう、佐野みたいなことを相田選手のところで話もしたんですが、な,るほどなんか監督と共に、だから彼もまた G1 とかまで駆け上がってて、まあでも今のなんか流れだったら山口自体で G1 まで行けちゃいそうってところもあります。まあそれが一番ね、いいですから。はい。そうなんですよね。駆け上がってってもらいたいなというところでございます。うですね、はい、はいうんで。あとはアタッカーのところが、だからちょっと面白いなと思っていて、うん なもともとこれも黄色、黄緑、緑みたいなところ一緒くたにちょっといっちゃおうかなと思うんですけどもともとはトップ下置いたりあとウイング置いたりだとかってこともやってて山口さんではありますが、うん、レノファさんではありますがやっぱ志岳の時に関しそのう梅きに当てるでなんかこう目の色がやや変わったなって感じがまずあるんですよこのチームは。なんか要は後ろから来るのを待つんじゃなくていわゆる後ろからはもうぴょーんとこうボール飛んできちゃうから。うん 梅木の周りにいたら、俺らボールもらえるぜ感がちょっと出てきたという、なるほど,なるほどそう、だから後ろから待って、何回かしか来ないボールを前に運ぶってよりか、前にとりあえずボール来てくれるから、それをセカンドボールさえ拾えば、もう俺らもシュートのチャンスなんて、たくさんやってくるぜっていうふうになってるのが、ちょっと楽しそうというか、なんかいい感じになってるのかななんていうふうには思います。目が揃ってるここことでとこにねねそにういです、ねはいはいはい でそんな中にやっぱ若手の選手、やっぱね、山口の株式組織から上がってきた2003年生まれの僕らなんかすごい昔から見てる気がするから長いけど、河、うん、野光太くんがいたりだとか、はいはい、あとは昔はね、スイス一回海外移籍だったも経験してる若槻大和くんあたりだとかが、そうですちょっと今年はだいぶ結果を残し始めたなんてシーズンですから、このままずっとね、結果残していただいて、このまま G1 昇格みたいなところまで山口ちょっとね、 ええー、開始劇してきていただきたいなってこで、ねな。これ補強ポイントとか、そういうのはどういうところでしょうかね。うん、ああ、一個あるとすれば。そんなにでも、隙がなさそうですね。これ、どこが足りないとなと思って,て。ていよ、ねうん、いや、まず、俺ね、一個あるとすれば。うんうん、もう、なな、もう名指ししますけど。うん、高橋大吾。 はいはい、だから要は、似てるチームだからこそ、J1、うんうん、のエッセンス、町だからそのままももらっちゃおうぜっていうのとか、<ー>ちょっと面白いんじゃねえかなって思いあこれ出てないんであればってことか。そういうことですね。<ー>スートップの威嚇権サイドハーフも、そしてボランチもできる選手ですから。いなも欲しい選手の一人であるよね。理想で誰でも取れるんだったらそこ取りたいよね。そ,<う>そこらへんじゃないかなって思いますね。 はい、ちなみちょっと山口今のところ、これ収録時点ですけど、まこんな状態の順位にいたりしますので。一個一個勝ち進めれば、それこそ自動車系のとかプレーオフ、全然可能性があるチームですから。駆け上がっててもらいたいなと思います。六、はいはい、月二十八日金曜日にとっておりますが。で、はい、ございます。ありがとうございました。 ありがとうございます。いうことで、ミカマチャンやってま、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。タオルマフラー売っております。ステッカーも売っております。そしてね、イベントもやりますの、ね、で、ぜひよろしくお願い,いお願いしますー。ありがとうございました、ミロアカ。また見てくださいね。他のチームも出てますよ。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタンお願いします。じゃあね。またです。